ントン・チェーホフ作、接吻。前回の続きからです。彼が元の広場へ戻ってきた時、彼の心臓はドキドキいっていたし、手は手で人目につくほどひどく震えていたので、彼は大急ぎで両手を背中へ隠してしまった。はじめのうち彼は自分が今しがた女に抱きつかれて接吻されたという事実を万座の人々がちゃんと知っているような気がして、羞恥と恐怖の念に苦しめられ、小さくなっておどおどと辺りを見回してばかりいたが、やがて広間の人々が相も変わらず陽気しごくに踊ったりしゃべったりしている様子を見届けると、彼はやっと安心がいって、今夜初めて味わった感覚、生まれ落ちてこの方ついぞ一度も経験した覚えのない感覚に、身も心もすっかり任せきってしまった。彼には何やら不思議なことが起こっていたのである。つい今しがたいい匂いのするふっくらと柔らかな両腕に抱きしめられた彼の首筋は、香油でも塗られたような気持ちがしていたし、頬はというと見知らぬ女に接吻された左の口ひげのあたりが、まるで薄化水でも垂らしたようにわずかにいい気持ちにスースーして、そこをこすればこするほどそのスースーした感じがますます強烈になってゆくといった始末で、彼は全身、頭のてっぺんから足の先までついぞ味わったことのない不思議な感じでいっぱいになってしまい、しかもその感じが刻一刻と増大してゆくのだった。彼は踊りたくなった、喋りたくなった、庭へ駆け出したり大声で笑ったりしたくなった。彼は自分が猫背でパッとしない人間だということも、自分の頬ひげは山猫みたいで、おまけにもやもやした風采と、ある時の婦人連の会話の中で自分の風采が評されていたのを、彼はひょっくり立ち聞きしたことがあったの持ち主であることも、きれいさっぱり忘れてしまった。そこへ通りかかったラペックの奥さんに向かって彼はにっこり笑いかけたが、それがいかにも達達な愛嬌たっぷりの笑顔だったもので、相手は思わず足を止めて怪訝そうに彼の顔をまじまじと眺めた。どうもお宅が恐ろしく気に入っちまいまして。彼は目顔を直し直しそう言った。将軍夫人はにっと笑って、この屋敷はまだ彼女の父親の持ち物になっていると話して聞かせ、さて和刀を転じてあなたのご両親はまだご存命か、軍隊の方にはもう長らくお勤めか、どうしてそんなに痩せていらっしゃるのか、などと問いかけた。自分の問いに対する返事が一通り済むと、
彼女はそのまま向こうへ行ってしまったが、彼の方では奥さんと言葉を交わしてからは、一段と愛想よくニコニコし始めて、今夜の俺はなんてとびきり上等の人たちに取り巻かれているんだろうと考えていた。夜食の宅に着いたリャポーヴィチは、勧められる料理を片っ端から機械的に平らげ、飲み物もぐいぐいと飲んで、人の話なんぞは点で耳へ受け付けずに、つい宣告の事件をなんとか自分の絵心の行くように説明をつけてみようと一生懸命になっていた。なるほど、あの事件は神秘的なロマンティックな性質を帯びてはいるけれど、さりとて解釈をつけるのは別に何時ではなかった。察するところ、どこかのお嬢さんか奥さんが、あの真っ暗な部屋で誰かと合いびきの約束をして、長いこと待たされた挙句に神経がイライラしてしまって、ついリャポーヴィチを当の相手と思い込んだものに違いない。ましてやリャポーヴィチは、あの暗い部屋を通り抜ける途中で思案に暮れて立ち止まった。つまりこっちもやはり何かを待ち設ける人のような様子をしたのであってみれば、この想像はますます的確さを加えると言わなければならないと、そんな具合にリャポーヴィチは例の接吻を我と我が心に説明した。だが一体どれだろうな、あの女は、と彼は居並ぶ夫人の顔をじろじろ見ながら考えた。とにかく若い女に違いあるまいて、年寄りは合いびきなんかしないからな。おまけにあの女がちゃんと教養の備わった夫人だということは、その絹ずれの音からも、あの匂いからも、あの小姉からもわかることだ。彼は例の藤色の霊場にふと目を留めたが、するとこのお嬢さんがすっかり気に入ってしまった。彼女は美しい肩と腕の持ち主で、それに才気のあふれる顔つきで、えも言われぬ声をしていた。リャポーヴィチはこのお嬢さんを眺めているうちに、四人ならぬまさにこの人があの行きずりの見知らぬ女であってくれたらさぞよかろうと思った。ところが彼女はふとその時何かお世辞笑いをし始めて、よく通った長い鼻筋にシワを寄せた途端に、彼にはその鼻の格好がいかにも時代遅れのような気がしてきた。そこで彼は視線を転じて、黒い衣装をつけた金髪令嬢を眺め始めた。これは今の令嬢に比べて年も若く、態度もさらりと目つきも純真で、髪の毛をちょっぴり垂らしているところがとても可愛らしくて、おまけにひどくきれいな口つきで、ぶどう酒のグラスを味わっていた。リャポーヴィチは今度は、この娘がそうだったらさぞよかろうと思った。けれども間もなく彼は、彼女の顔が平べったいことに気がついて、その隣の女に目を移した。この当て物はなかなか骨だわい。と彼は空想を著しくしながら考えるのだった。あの藤色の娘から
肩と腕だけを頂戴して、金髪娘の髪の毛をくっつけ、目はロビトコの左に座っている娘さんのを拝借する。そうすると、彼の心の中でこんな組み合わせを作ってみると、自分に接吻した娘の面影、彼のあらま欲しいと思う面影がまんまと出来上がりはしたものの、さてずらりと見渡したところ、席上にはさっぱり見当たらなかった。夜食が済むと満腹した上、ほろ酔い機嫌になった客たちは、いとまを告げたり、礼を述べたりし始めた。主人夫妻はまたしても、一同に泊まっていってもらえないことを詫び始めた。実にはや何とも喜ばしいことですわい皆さん。と将軍はしきりにお愛想を振りまいたが、しかも今度は本心からだった。多分それは客を迎える時よりも送り出す時の方がはるかに真心のこもった親切な態度になるという人間の通遊性に基づくものだろう。実に喜ばしいことですわい。お帰りにもどうか立ち寄ってください。他人行儀は脱ぎにしてな。おや、どこは行かれるな。上の道を行くおつもりかな。それはいかん。庭を抜けて行きたまえ。下の道よな。その方が近道ですわい。昇降蓮は庭へ出た。赤々とした光や騒音に慣れた後なので、彼らにはその庭がひとしお暗く静かなように思われた。木戸のところまでは一同黙々として頬を運んだ。みんなほろ酔い機嫌でウキウキして満足しきった気分だったものの、暗がりと静けさのおかげで、そのしばしの間、ちょいと瞑想に引き入れられたのである。おそらくその一人一人の脳裏には、リャボービチと同様に、一つ考えが浮かんだに相違ない。果たして自分にも、いつかはあのラベックのように、大きな屋敷や家族や、庭を持つ時が来るものだろうか。そしてよし、本心からではないにせよ、人々を熱くもてなして満腹させたり酩酊させたり満足させたりするような身分にやはりなれるものだろうか。木戸を出ると彼らはみんな一斉にしゃべり始めて、わけも言われもなしに大声で笑い出した。その頃はもう彼らは小道にかかっていて、それがだらだらと川の方へ下り、それからはすぐ水際に沿って岸辺のやぶや水に現れてくぼんだ場所や水面に枝を垂れている柳などの周りを縫いながらうねうねと走っていた。岸辺と小道とはどうにか見えていたけれど、向こう岸はすっかり闇の中に沈んでいた。暗い水面のそこここに星かけが映って、それがちらちら震えたり砕け散ったりするので、それでやっと川の流れの急なことが察せられた。静かだった。向こう岸では寝ぼけた山茂が悲しそうな声を立て、こっち岸ではとある藪の茂みで将校たちの群れには
さらに気を止める様子もなく、ウグイスが声を限りに歌い始めた。将校たちはその茂みのそばにしばらく足を止めて、ちょいと揺すぐってみたりしたが、ウグイスは平気で歌っていた。こいつはどうだい？と歓喜の叫びがひとしきり聞こえた。俺たちがすぐそばに立っとるのに、やつめ平気の平座でいるぜ。なんてずうずうしいやつだろう。行程が終わりに近づくと、小道は上りになって、教会の柵のところで本堂に合わさっていた。そこで将校たちは上り坂の教皇軍の疲れが出て、ちょっと腰を下ろしてタバコをふかした。向こう岸にその時ぼーっと赤い一点の日陰が現れたので、彼らは手持ち無沙汰のあまり、長いことかかって、あれは焚き火だろうか、窓の明かりだろうか、それとも何か他のものだろうかと、評定していた。リャボービチもやはり日陰を眺めていたが、彼にはその日陰がまるで例の接吻の一件を知っているような顔つきをして、しきりに彼の方に微笑みかけたり、目くばせしたりしているような気がした。宿舎へたどり着くと、リャボービチは手早く服を脱いで横になった。彼と同じ農家に泊まることになったのは、例のロビトこと、もう一人、メルズ・ギャルコフという中尉だった。これは物静かな口数の少ない好青年で、その仲間では教養ある士官として通っており、いやしくも本の広げられる場所ならどこででも常々肌身離さず持ち歩いているヨーロッパ通宝。当時のリベラルな大雑誌を開けて読んでいるという男だった。ロビトコは服を脱いでからも、なんだか物足りそうな顔をして、部屋の隅から隅へ長いこと行ったり来たりしていたが、やがて重卒を呼んで、ビールを買いに外へ出した。メルズリアーコフは横になると、枕元にろうそくを立てて、一心不乱にヨーロッパ通宝を読み出した。一体どれだろうな、あの女は。とリャボービチは、儲けた天井を眺めながら考えていた。彼の首筋は、いまだに香油でも塗られたような気持ちだったし、口のあたりはまるで発火水でも垂らしたようにスースーしていた。彼の想像の中にはちらちらと藤色の霊長の肩だの腕だの、黒服の金髪霊長の髪の毛だの、純真な目つきだの、そうかと思うと誰彼の腰だの、衣装だの、ブローチだのが浮かんだり消えたりしていた。彼はそうした幻の上に自分の注意をじっと据えてみようと努力したけれど、相手の方ではお構いなしに跳ね回ったり、みじんに砕け散ったり、明滅したりするのだった。やがて誰でも目をつぶると見えるあの広々した真っ黒な背景の上から、今言ったような幻がすっかり消え失せてしまうと、今度は彼の耳に気ぜわしげな足音や
さらさら言う絹ずれの音や、ジュッという接吻の響きが聞こえ出して、強烈なこれという理由もない歓喜の情が彼を捉えてしまった。その嬉しさに身を委ねながら、彼は中卒が帰ってきて、ビールはありませんと覆面するのを夢うつつのうちに聞いていた。ロビトコは恐ろしく憤慨して、またもや大股に歩き始めた。なあこいつコケじゃないのかい、と彼はリャボービチの前に立ち止まったり、メルズリアーコフの前に立ち止まったりしながら言うのだった。ビール一つ見つけられんなんて、デクノボーとも大バカとも報ずが知れんじゃないか。ああ、いやさ、こいつ横着なんじゃないのかい。当たり前ですよ、こんなところにビールがあるもんですか、とメズルヤー国は言ったが、目は相変わらずヨーロッパ通報から話もしない。へえ、君はそう思うのかい、とロビトコは絡んで言った。やれやれ情けない話だ。この僕だったら、たとえ月世界へ放り出されたところで、即座にビールでも女でも見つけ出して差し上げるぜ。そうだ、これから一つ走り行って見つけよう。もし見つからなかったら、僕を卑劣感とでも何とでも呼びたまえだ。彼はぐずぐずと長いことかかって服をつけ、大きな長靴をやっとこさで履いてから、黙々として巻きタバコを一本吸い終わってから、ようやく出て行った。ラベック、グラッペク、ロアッペクか。彼は玄関で立ち止まりながらぼやき始めた。一人で行くのはつまらんな。チキショウメ、リャボービチ、君一つプラブナード試みないか。え、返事がなかったので、彼は引き返してきて、ぐずぐずしながら服を脱いで寝床に横になった。メルズリアコフはため息をつくと、ヨーロッパ通報をそばへ押し合って、ろうそくを吹き消した。ふむ、そうか、とロビドクは暗闇の中で巻きタバコを吸いつけながらつぶやいた。